もう一つ、こっちの方が皆さんには関係が多いかもしれません。コミュニケーション能力の多様化という問題です。今、若者たちの育つ環境は本当に多様化しています。例えば分かりやすい例で言うと、昔は一人っ子なんていうのはクラスに2、3人しかいなかったんですけど、今、東京、大阪、京都の中心部ではおそらく2、3割、多いところでは4割ぐらい一人っ子かもしれませんね。地方に行くとまだ全然一人っ子って少ないんですけどね。都心部だけの現象なんですけど。で、例えば兄弟が多い少ない、意外に大事なのがですね、異性の兄弟がいるかどうか、これすごく大きいんですね。それから、例えばですね、異性の兄弟がいるかどうか、ファッションとかが全然違ってくるんですね。お母さんではダメなんです。お母さんは分かってあげちゃうから、子供、男の子の子。だからお姉さんとかからも「ダサいわね、連れて行くの嫌だわ」みたいに言われるのが大事なんですね。そういう経験とか、それから、あと親戚付き合いがあるかどうかとか、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてるかどうか、それから住んでるのが商店街の中か、団地か、セキュリティの強いマンションか、こういったところに、よってですね、その子が20歳ぐらいまでに大人とコミュニケーションをとっている絶対量がものすごく子ども一人一人違う状態になっている。今、阪大なんかでもですね、理系、特に理系の子なんかで、20歳過ぎまで自分、大丈夫、大丈夫です。20歳過ぎまで自分の母親以外に年上の女性と話したことがないなんて学生いくらでもいます。で、昔はね、これもね、それで済んだんだと思うんですよ。そのままずっと大学まで行って、で、助教、准教授、教授とこう出世していって、多分教授に紹介された同じような家庭環境で育った女性とお見合い結婚でもすれば、教授ちょっと変わってるよねぐらいで、あんまり社会に迷惑かけずに出世できた。でも今どんな、ね、研究室にも女性もいれば外国からの留学生もいるでしょう。そう、それ研究者としてはいいんだけど、教育者としてはやっぱ困るわけですよね。で、准教授教授になって、いや僕ちょっと女性の学生無理だなみたいに言われる、そんなのええっていう話になる。で、これね、全く偏差値と関係なく起こる現象なんです。っていうか、成績のいい子ほど要注意なんです。その場では乗り切れちゃうから。で、20歳過ぎになって、お前女性と話せないのって話になっちゃう。私たちコミュニケーション教育に関わる人間たちの間では、中高一貫、男子校、理系、これをコミュニケーションの三重苦と呼んでいます。これ気をつけてください。偏見はいけませんよ。あいつ男子校だから絶対セクハラ起こせとか、そういう話じゃないんですけど、でもその確率は非常に高いってことなんですね。で、これね、20歳過ぎてからではね、なかなかキャッチアップが難しいんですよね。できるだけ早い段階で異性と慣れておいてもらわなきゃいけないってことなんですね。それから私は大阪大学に移る前は東京の普通の私立の中堅大学にいたんですけど、そのレベルの大学ですと就職に有利な学生は2つしかいないと言われています。1つは体育会系の学生、もう1つはアルバイトをたくさんやってる学生です。要するに大人との接触に慣れてるかどうかってことです。これもう本当にね、慣れ問題なんです。個人の能力の問題じゃないんです。で、誰でも大抵慣れられるんです。ある種の障害とかを持ってない限りは、発達障害とかを持ってない限りは大体慣れられるんです。でもこれもよく学生たちに言うんですけど、そうは言っても20歳過ぎたら慣れも実力のうちって思われるんだよってよく言います。だってそれはそうですよね。就職の面接で「いや僕実はコミュニケーション能力あるんですけど慣れてなくて」って言っても誰も相手にしないでしょ。慣れとけよって話ですよね。でも今、高校進学校ほどアルバイト禁止でしょ。もうスーパーグローバルハイスクールとか取ってる学校がアルバイト禁止って本当に信じられない。どんな子を育てたいんですか？例えばね、僕は知り合いでフランストヨタの社長さんがいて、この日本人の方なんですけど、ずっと子供はフランスで育パリで育ててて、家族ぐるみのお付き合いなんですけど、夏休みの前にちょっと食事をする機会があって、もう休みなのって聞いたら、いや休みなんですけどインターンがまだあるんです。中学1年生です。中学1年インターンあるんです。何やるのって、スーパーの配送2週間、そこぶち込まれるんです。2週間ですよ、ほっとかれるんです。2週間、要するにフランスは極端なエリート社会なんで、そういう将来トップエリートになる子ほどもう中学生段階で肉体労働とかさせられるんです。もう社会に出てからだとそういう経験を積むことがもうないので、
もう日本のインターンなんて本当に過保護ですよね。で、1日か2日の職場体験でしょ。で、プログラム全部決まって、そういうのはもうとにかく押し込まれる。僕はちなみに中学出てすぐ定時制高校に行って昼間働いてたんですね。で、もう15歳で当時、もう30年以上前ですから、まだ中卒、コンビニもファストフードもあんまりない時代ですから、アルバイト先は限られてて、渋谷の立ち食いのラーメン屋で働いてたんです。で、周りみんな大人です。何に困ったか、一番困ったのはコミュニケーションです。だってその人たちはギャンブルの話と風俗の話しかしないんですよ。15歳の子供には全くわからない、全くわからない。唯一の接点がプロ野球だったんですね。僕毎朝スポーツ新聞全部読んでから行きましたね。そうなるんです。子供の方が順応性とか適応力があるから、そういうところに放り込めば必ずコミュニケーションを取るようになるんです、大人と。それを今隔離しちゃって、温室のようなところに隔離しちゃうからコミュニケーション能力が育たないんです。これもう本当に慣れなんです。慣れの問題だけなんですね。で、昔はね、後でも触れますけど、そういうのをいろんなところで慣れられたのが、今慣れる機会がなくなってるってことですね。さて、で、